おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。なんかね、前回はこう女子グループのヒエラルキーカースト上位女子軍団のなんか強そうな女がピエロになんか拉致られてるっぽい動画が送られてきた、屋上へ行こうっていうところで終わりました。なのでまあ何かしらが起きているんでしょう。早速始めていきましょうか。ガチャ、ウサギ、あれ誰もいない。確かに動画では屋上にいたはずなのに。おかしいですね。ああ、嫌な予感がプンプンするな。その謎のピエロじゃない？あ、この笑い声、さっきのピエロ。似てない？結構。いや、ちょっと、無理があるかな。一体どこから？下の中庭の方から聞こえるぞ。あれは。お。あ。ボロボロですね。ちょっとエッチですね。ウサギ。いつまでそこにいるんだよ。早くこっちにおいで。あいついつの間に中庭に。とにかく急いで中庭に行かなくちゃ。うん。どういうトリックだろう。ウサギ。ひどい。あのピエロは？どこにもいませんね。逃げられたか？そのようです。とにかく早くウサギさんを助けよう。調査パートスタート。始まったけど、どうだろう？なんか最初にさ、私が思ってること言っていい？これで当たってたらすごいし、外れててもまあ仕方ないってことなんだけど、あんちゃんが一緒にいたじゃない？でもあんちゃんはアリバイを作るためにみんなと一緒にいて、その幼馴染のその、ミカコちゃんだっけ？を利用して、ピエロをやらせてたとか、そういう共犯的なやつ？いや、ないか。ドッペルゲンガーだもんな。一人でやってんだよな、きっと。ってことはじゃあ違うか。私のザレ事でした。はい。じゃあ、調べましょうかね。じゃあ、下ろすよ。とさ。ウサギ、しっかりして。大丈夫。気を失っているだけみたい。よかった。それにしても、これはひどいですね。服もビリビリに破かれちまってる。ちょっと二人とも、そんなジロジロ見たらダメだよ。ん？なんか足元にたくさん写真が散らばってる。この写真は、ウサギちゃんだよね。パパ活ですか？これでお金を稼いでたのかな？ですね。だいぶ年上の男性と腕を組んで。これは、ホテルでしょうか？なんかまずい瞬間の写真だな。しかもいろんな人との写真がある。これって、もしかして。遠行か？おそらくそうでしょうね。ウサギさんが遠行してるなんて初めて知りました。ウサギちゃんをあんなにするだけじゃなく、こんな写真までばらまくなんて。これも、もしかしてドッペルゲンガーの仕業なの？こんな奇妙な事件、多分そうだと思うよ。大丈夫？ウサギ！ひどい。あなたたちは？私がメッセージで中庭に来てって伝えたんだ。そうだったんですね。ひどい。誰がこんなことを。私、先生を呼んでくるよ。あ、お願い。ん？これって。ペラ。何か書いてる。私の復讐は始まったばかり。
お前たちも同じような目に合わせてやる。お前たちって私たちグループのこと？でも私たちが復讐される覚えなんて。まさかあいつじゃない？あいつって？ほら、あの半年前の。さすがにそんなわけないでしょ。あいつはもうとっくに。でも私たちを恨んでるとしたらそれぐらいしか。もしかしてあいつの幽霊が復讐しに来たとか。幽霊？そんなのいるわけないじゃん。でもさっき見たんだよ。あのピエロ、屋上から一瞬で中庭に移動したんだ。いや違うと思うけど、動画を送ったタイミングがもう中庭に移動した後でその動画を送ってたら成立するよね。そんなこと普通の人間じゃありえないし。でもそうだとしてもピエロの正体がカナさんの幽霊って決めつけるのは。先生連れてきたよ。おいおい、なんだこりゃ。今すぐ保健室へ運ぶぞ。はい。私たちも一緒に行こう。うん、そうだね。そしてウサギさんは運ばれていった。彼女たち、ピエロの正体がカナさんの幽霊だと言ってましたね。ねえ、そのカナって誰？ほら、朝話したでしょ。彼女たちのいじめで自殺しちゃった子だよ。確か、違うクラスの子だったはず。じゃあ、今回のドッペルゲンガーは、いじめで自殺したカナさんの幽霊？だけど、幽霊なんて現実にそんなことありえるのかな。そんなこと言ったらドッペルゲンガーだってね。あ、同じこと言ってるわ、シロー君と。それを言ったらドッペルゲンガーだって現実的じゃないですよね。確かにそうだけど。とにかく皆さん、この事件はおそらくドッペルゲンガーによるものです。早く調査をしましょう。でもテスト期間だよ。みんないいの？関係ありませんよ。我々オカルト部には。なんか笑顔がちょっと凛々しいですね、今日のシロ君は。はあ、こう言ったらシロは聞かないぞ。そうだね。じゃあ早速今回の犯人を調査しよう。アイテムゲット。現場にばらまかれた写真と、で現場に残されたメモと。うん、進展ありね。はーん、ちょっとまだ何もわかんないね。いろいろ調べていこうか。今回の事件の犯人は幽霊ですか。ピエロに取り付いた幽霊の復讐劇って、なんだかホラー映画に出てきそうな事件ですね。そうだね。シロは事件のたびに楽しそうにしてるよな。せやな。ウサギちゃんを襲った犯人は相当ヤバいやつかもな。どうして？だってあんだけ服もボロボロにして、遠行の盗撮写真とかもばらまいてるんだぜ。なんか徹底的にウサギちゃんを追い詰めようとしてるっていうか。確かに、もし犯人がカナさんの幽霊だとしたら、いじめられてた復讐でやってるのか。それはまだ何とも言えないけど、とにかく現場の手がかりを調べてみよう。そうだな。ルイちゃんはどう思う？幽霊か。ルイ君怖いの？別に怖くないよ。全然、これっぽっちも怖くない。そっか。ルイ君は痩せ我慢をしてるのか。ほら、早く何か手がかりがないか探そう。でもここには、特にこの、これはさっきウサギさんが縛り付けられていた十字架とロープだ。だけどこんなものがなぜ学園に？そう、確かにそうなんだよね。どうやって準備したんだろうって感じ。カナさんの幽霊が復讐のために用意したのかな。
こんな大掛かりなものを作ったってことか。こんなセットまで DIY しちゃうなんて、よほどの執念。さすがに幽霊がこれを作るなんてありえないと思うけど。それにこれ、ところどころ傷がついていたり、古い感じがするし。確かにそうだな。結構使い古されてる感じがする。なるほど。じゃあ幽霊はこんなものを一体どこから。あの演劇部の部室とかにありそうだけどね。うん、どうかしましたか、ルイ君。今日はもう夕方だし、調査は明日からにしない？え、突然どうしたんですか？ここからが調査の本番じゃないですか。いや、でも、幽霊か。おやおや、ルイ君、もしかして怖いんですか？だって、暗い中で幽霊を探すなんて。そんなこと言っていては、オカルト部の名が廃れますよ。でも。おいおい、本当に怖がってるじゃねえか。まあまあ、僕らがついてますし、きっと大丈夫ですよ。だけど。諦めな、ルイちゃん。ああなったシロウは止められないぞ。そんな。かわいい。その後、俺たちは調査を続けた。しかし、特に犯人の手がかりは見つからず、結局解散となった。なんだそうなのか。そして次の日。さてさて、今日も調査を始めていきましょうか。そういえば、あれからウサギさんはどうなったんだろう。聞いた話によると、病院に入院してるんだって。まだ意識も戻ってないみたい。そうなのか。まあ、とにかく僕たちは事件の犯人を見つけましょう。そうだね。今私たちが手に入れた手がかりは、犯行に使われた十字架やロープと、犯人はいじめられていたカナさんの幽霊かもしれないってことだよね。ああ。そして、当の本人たちはというと、いつもは騒がしい彼女たちも怯えているようですね。そうだな。これが彼女たちへの復讐なら、次の犠牲者が出るかもしれませんし、彼女たちのためにも早く解決してあげましょう。そうだね。うん、犯行に使われた十字架とロープ。よし、じゃあ調べていこうか。じゃあまた何かあったら、その都度カットで。お、誰この人たち。先生が女子生徒に囲まれている。一体どうしたんだろう。ねえ、マサーシーってさ、ぶっちゃけ彼女とかいるの？うん、なんだ突然。いねえよそんなの。やっぱりか。マサーシーってもったいないよね。よく見るとかっこいいのに、性格がだらしないからな。大きなお世話だ。でも早く彼女見つけないと、マサーシーも若くないでしょ。めんどくせえな。ほら、冷蔵庫から俺のお菓子を持ってっていいから、もう帰れ。え、いいの？やった、ありがとう。マサーシー優しい。はいはい。へえ、先生って意外にも生徒から人気があるんだな。はあ、そうなんだ。意外だな。ん？誰これ？ここにもいない。ん？あの人は一体。あ、ねえねえ、そこの君。俺ですか？そうそう、君だよ。君、海神学園の生徒だよね。はい。ちょっと聞きたいんだけど、この辺りでリーゼントヘアの男の子見なかった？いや、見てないですけど。そっか、ありがとう。たく、あいつどこに行ったのよ。ごめんね、いきなり話しかけて。じゃあ。
ったあったあった。今の人何だったんだろう。ってこんなことしてる場合じゃない。早く調査に戻らないと。うん、びっくりした。なんか見覚えのないアイコンがいるから何かと思ったよ。ちょっとトイレ行ってきまーす。よいしょ。はい、戻ってきました。じゃあやろうかな。これは？これは？ん？翼くんとさなえちゃんがいるね。アブさんもいるけど。ん？ここに翼くんがいるのか。あれは翼くんだ。なぜかあたりをキョロキョロしている。一体どうしたんだろう。さっきから誰かにつけられている気がするんだけど、気のせいかな。なるほど。あ、いたわ。こんなところにいた、さなえちゃん。あそこにいるのは、さなえさん。なんで君が。そんなところに隠れて何してるの。別に何でもないわよ。本当にしつこいわね。何でもないって言ってるでしょ。おかまみたいな人。何でもないって言ってるでしょ。早くどこかに行かないと。呪うわよ。呪う。この人やばい。早くどこかに行こう。そうだね。ちょっとさすがにね、やばいね。アブさんはいっかな。いや、一応話しかけようかな。おかえり。おかえり。もうドッペルゲンガーの調査は終わったのか。終わったのか。オカマクショじゃなかったっけ、この人。いや、まだ。そうか。そうか。え、アブさんってこんな口調だったっけ。今回のドッペルゲンガーはその女子グループへの復讐が目的かもしれないんでしょ。うんだったら早くドッペルゲンガーを浄化しないと。もっと被害者も増えて大変なことになるわよ。そうだね。あなたたちにかかってるから頼んだわね。ああ。ちょっと口調がおかしかったけど、まあいいか。また屋上にあれがいる、おもたくんがいる。はあ、どうしたの、おもたくん。いや、テスト勉強がめんどくさいなって思って。どうせ勉強できたって女の子にモテるわけじゃないし、なんか頑張る意味ねえよな。女の子にモテるかどうかが判断基準なの。当たり前だろ。俺も彼女の一人や二人欲しいね。おもたくんは相当女の子に飢えてるんだな。ってこんなことしてる場合じゃない。せやな。まずはその体型なんとかしないとね、多分なかなか厳しいと思うよ。お、親子がいるね。親子だよね、多分ね。ブツブツ。あれは理事長と生徒会長。何か話をしてるみたいだ。君は、ごめんなさい。何か用があるならまた後でにしてくれますか。何か用があるならまた後でにしてくれますか。はい。ああ、なんか話してんだね。ブツブツ。なんだ。今私は彼女と大事な話をしている。すまないが外してくれないか。わかりました。多分今回の事件について相談してるのかもしれないね。おっと、おう、なるほど。ここは理科準備室。理科準備室にあの副生徒会長がいるね。ん、なんだ、俺に言おうか。こんなところで何をしてるの。ああ、テスト勉強をしようと思ってな。生徒会室で勉強しようと思ったんだけど、会長と理事長が話し込んでたみたいだから生徒会室に近づけなくて。そうなんだ。ま、ここはほぼ誰も来ないし、
集中して勉強するには最適だぜ。今回のテストでは会長の点数に近づけるように頑張らねえと。すごいやる気だね。頑張って。お前も人の心配してねえで自分の心配しろよ。もうちょっとなんかこんな声じゃない気がするね。ちょっと変更するかもしれませんね。うん、さとみくんってやっぱり頭いいのかな。じゃあここ行こうか。あれ、わん、猫脇まちちゃんがいるじゃん。まずちょっとじゃあまちちゃんに聞いてみる。はあ、まちさんはかなり精神的に参ってるみたいだ。話しかけるのはやめておこう。あ、なんだい、話しかけられないんかい。ここか、行くか。ん、行けない、行けた、いた。あれは3人は何やら集まって話をしているみたいだ。一体何の話をしているんだろう。ちょっとあんた何してんの。盗み聞きしようとしてるの。そういうのキモいんだけど。ごめん、ここは離れた方がいいかもな。じゃあまずやっぱそのロープはどこで使われたのかっていうところを探さないといけないんだね。多分ここな気がするが、特に、あ、ロープあるじゃん、ほら、ここに。あれ、段ボールから出ているこのロープって。あ、ねえ、これウサギさんを縛ってたロープと同じじゃない。本当ですね、この特徴的な色、間違いありません。演劇部の部室って初めて来たけど、いろんな舞台セットが置いてあるんだな。もしかしてあの十字架も演劇の舞台セットだったんじゃないかな。なるほど、そう言われるとそうですね。じゃあカナさんの幽霊はここから犯行道具を調達したってことかな。はい、この部屋のものが使われている以上、事件の前犯人は確実にこの部屋に来ていたことになりますね。うん、演劇部の小道具とやっぱりね。で、これで他にもあんのかな、調べられそうなのは。犯人は演劇部の部室から道具を使ったんですね。これは何か怪しい匂いがします。もう少し部室の中をよく調べてみましょう。うん、じゃあ部室の中を調べればいいんだね。こいつこの金庫とか使うんじゃない。金庫が置かれている。解放現金って書かれているなんてなんか怪しいね。そうですね、早速開けてみましょう。まあ当然鍵はかかっていますよね。いや、なんか前回っていうかさ、最初の方で調べといてよかったね。なんか分かりやすいわ。鍵を開けるには4桁のパスワードを入力しなきゃいけないのか。変なマークだね、これは一体なんだろう。マーク、この壁紙じゃないわ、あの立てかけてあるポスター、演劇部の公演のポスターに関係するんだろうな。左から何だった？左からこれ何？これ犬か、これ、あ、狼か、これ狼で、これリンゴで、これは何？これはん？これバラ？でこれが仮面でしょ、あの仮面だらけのなんちゃらってやつじゃない？あ、まだ入力しません。これだね、まず、ポスターが貼られていると。双子の狼の挑戦、俺たちベジタリアンになる。え、双子だから2ってこと？でこれがなんだっけ、リンゴだから演劇部のポスター、白雪姫 VS シンデレラ。あー、別になんか特に、あ、わかった、数だ、数、これは2匹でしょ、2匹だから2で OK。 でこのリンゴは何個だ、 1,2,3,4,5,6 で、2,6 でこれがバラね、バラの数、赤いバラの数かな、ってことは、1,2,3,4,5、2,6,5 でしょ。でこの仮面だらけ、あ、一人っ子仮面、あれ仮面だらけ、
仮面だらけってなかったっけ、これか。キモい、ほんとに怖いわ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。 いや、この仮面の形は多分1でいいんだろうな。2,6,5,1 かな、合ってるかな。2,6,5,1。おい、あー、ブブブーン、びっくりした。耳元で超でっかい音鳴った。ブブー、ダメだ、開かない。パスワードが間違ってるみたいですね。え、じゃあバラの数が違う、青いバラも数える。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 ということは2,6,9,1。あ、ブブー、違うんだ。ん、このあ、分かったかもしれない、ちょっと待って。この口がない仮面の数かもしれないね。1,2,3,4,5で、ここに6でしょ。ってことは6かもしれないね。2,6,5,6かな。2,6,5,6。どう？あ、違うんだ。わかんないぞ。なんか他にあんのかな。ちょっとルイちゃんに聞いてみようかな。いやー、だとするとこのマークがヒントになる。だとするとこのマークがヒントになると思うんですが、これは一体、これは一体、ちょっと数が間違ってたりするか。いや、間違ってないよな。これは2でしょ。それかこっち向きの狼だけみたいな。そんなことないよな。狼の数だと思うんだけど。これが10個ある時点でおかしいんだよな。ってことは0か ?0 か ?2,6,5,0。どう？どうだい？あ、ブブーかい！わかんねえ。ちょっと待って、わかんねえぞ。ヒントが欲しい。ヒントが欲しい。ヒントが欲しいけど。ヒントが欲しいけど。いやー、やだー。見たくないなー。ちゃんと自分で解きたいなー。ごめんなさい、ちょっとヒント見ます。クソ、悔しい。金庫に書かれたマークはそれぞれ物質の中にあるみたいで。そうだ、知ってるよそんなんよ知ってるよ、調べたよ。え、なんで2,4,5,6なの。え、なんで2,4,5,6なの。ほら2じゃん、ほら2だよ。なんでこれが4なの。え、このカゴの中のやつが4だからってこと。ん、まあこれは5じゃんな。これ5だよね。で、6は多分1,2,3,4,5で、この顔のやつが6なのは6なんだろうけど。え、なんで2,4,5,6なの。ん、あ、ん、あ、
か、リンゴがなんか 毒で染められているリンゴの数ってことか。なるほど。ってことはそうすると確かに1,2,3,4 だわ。この2つ赤いもんね、どっちもちゃんとね。難しすぎるわそんな。さすがにヒント見ちゃったよ。じゃあそれで2,4,5,6ってことだね。ピピピ開いた、かちゃん、よし開いた。なるほど、パスワードはポスターに書かれたイラストの数だったのか。早速中を見てみようぜ。ガチャ。何か冊子が入ってます。ピエロだね。これは舞台の台本ですね。悲しい二人のピエロ。あ、ねえ、この台本に書かれているピエロって動画に映っていたピエロになんとなく似てない？確かに。ん？台本の裏に名前が書いてあるみたい。これ、カナって書いてる。カナって、あの自殺したカナさん？どうやら彼女は演劇部だったようですね。そして偶然にも犯行に使われた道具も演劇部の備品でした。じゃあ、犯人はやっぱりカナさんの幽霊？おい、まだ奥に何かあるみたいだぞ。これは、交換日記と書いてあるね。ペラ。あの子たちに目をつけられちゃったね。どうして、私は何も悪いことしてないのに。ペラ。大丈夫、私に任せて。私が何とかしてみせる。ペラ。ありがとう、そんなに言ってもらえて嬉しい。やっぱりあなたは大事な友達だ。ここで終わってるみたい。あ、見て、写真が挟まってる。これは、これはおそらくカナさんの写真でしょうね。塗りつぶされてるね。隣にも誰か写っているみたいですが、ペンで塗りつぶされていますね。この交換日記の相手か。どうだろう。この写真だとカナさんすごく楽しそう。こんな笑顔で笑っているのにいじめで自殺したなんてかわいそう。そしてその幽霊がいじめっ子たちに復讐を開始したと。じゃあやっぱり今回の犯人はカナさんの幽霊という線で調査を進めましょう。いや絶対その相手だと思うけどね。塗りつぶしてる方だと思うけど。そうだね。だけど幽霊の仕業となるとこれからどうやって調査を進める。確かにこれから一体どう調査していけば。カナさんの交換日記、カナさんの写真。謎は深まるばかりということで、今回は結構いい感じかな。ちょっとね、カットするところが多いので、もしかしたら短めかもしれないし、もしかしたら長めかもしれませんが、そこはご了承くださいということで、またじゃあ次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。おつぴよです。